闇を切り裂き、いざ咲き誇らん天下百剣、ザンおはようございます。今日がいい一日になるといいですね。マガツキ大に砂防経営。隊長さん、激務ですね。マガツキ相手の戦いだと、昼も夜もありませんね。仕方ないですけど。まあ。 こんな時間にどこかへ切り込みに行くんですか別に放っておいていただいても構いませんよ。ええ、本当に。調子が悪いみたいです。少し時間をいただけませんあら、何かご用ですか隊長さん。こう足しげく通われると、 邪剣にするわけにもいきませんね。いらっしゃい。さあ、今日はどうやって転がしてほしいですかこの前局長とお話ししてましたよね。ぜひ、その時の話を聞かせてもらえませんわざわざ私のところに来るだなんて、物好きですね。何事も、気づいた時には、 手遅れなものですね。<laughs> 局長もうまあ、隊長さんでしたか。もう、紛らわしいですよ。本を読もうかと思っていましたが、おしゃべりでもしますか局長に手を出さない限り、私がいくらでも遊んであげますよ。<laughs> はいはい、何でしょう。じゃれ合うの、お好きなんですかどうせなら、私だけの三剣使いになればいいのに。たまには、そう思いますよ。これ、楽しいんですか変わった趣味ですね。<laughs> 少しだけ、付き合ってあげましょうか。 隊長さん、もう手遅れだって、わかります危ないですよ。だって、ねえ、意外とこういうことをする方だったんですね。うーん。どう反応するべきか、迷いますね。うふふ。ちゃんと。 ことを聞けるなら好きなだけどうぞうっもうわざとやってますねうっもうこりない人なんですね <laughs> こっちから可愛がってあげたくなりましたよおいたが過ぎると手切ってまうで。 局長は、どうしてるかしらはぁ、あ、会いたいわ稽古でもしましょうかね。相手は、歌手さんか、キクさんでいいかしら。大和の神カミと申します。他に、元新選組の三剣、特に局長はいらっしゃいませんか悪い虫は。 対峙せないけませんよね。局長、今日は二人で朝まで飲みましょうね。